地図杖差し、藤原の里は岩手県欧州市栄佐市にある平安時代のテーマパーク。欧州藤原市の歴史を検証しながら古代から中世にかけての東北の歴史文化を体感できる。NHK 大がドラマのロケ地として知られる。1993年7月4日、開演。同年に放送された NHK 大がドラマ第32作。 このお立つの撮影のために作られた大規模オープンセットで撮影終了後も存続できるような歴史公園として整備された。施設側の公表によれば総面積6万500坪。園内の一部施設で建造過程を記録した当時の VTR が流されていることがある。欧州藤原市の祖先である藤原恒ねと平泉を創設した欧州藤原市初代。 清平が居住した、豊田館跡付近に作られた。平安建築群が再現された、テーマパークとしては、日本唯一であり、多くのドラマ撮影の舞台となっていることから、道の区のハリウッドとも呼ばれる、など。地元では、エサシエキストラの会が組織され、幅広い年齢層が登録されている。活動内容は、思考法にも掲載される。鉄道利用で訪れる場合、 駅からの路線バスもあるが便数が少ないため、送迎バス、またはタクシー利用が望ましく、またキロも、水沢へ差し駅、または水沢駅行きの路線バスの運行時間を、あらかじめ確認しておく必要がある。ありがとうございます。